はいどうも、まなぶ18号でございます。はい、ということで、皆さん、今日はですね、ここですね、皆さん見覚えあるかと思いますけども、そうです、グッティテルの住んでるマンションでございます。今日はなぜここに来たかと言いますと、前ね、甲子園球場で阪神対巨人のオープン戦、行った時の動画ね、見てくださった方はね、ご存知かと思いますけども、巨人ファンのすぐ横の席をね、陣取って、阪神をね、応援してたんですけども、そこまではね、いいんですけども、グッティテル巨人の応援歌歌ってました。特にね、岡本選手の応援歌がね、お気に入りみたいでね、試合中も何遍もね、歌ってましたね。口パクパクしてました。それだけあったらいいんですけども、まあね、たまにね、好きな応援歌、敵チームでもね、応援歌流れたら思わずね、口ずさんでしまうっていうことはね、あります。ただね、後日グッて言ってる YouTube の生配信してね、そこでね、こんなことを言ってたんです。はい、岡本、夢あふれるフィールドや、はい、その名を刻め岡本スタンド沸かす永遠のアーチ、そうこれずっと歌ってた、仕事中に、バイト中に。いや、聞きました、皆さん、岡本選手の応援歌バイト中ずっと歌ってたみたいですよ。こんなんありえますか。これはちょっとね、許せないということで、そんだけね、岡本選手の応援歌がヒッティングマッチが好きやったらね、はい、皆さん、想像つくと思いますけども、はい、たっぷり聞かせてあげようじゃないかということで、はい、突撃しますか。グッティね、バイト終わってもう寝てる時間だと思いますね。明日も朝からバイトなんでね、この時間寝てると思いますんで、はい、突撃しましょう。いやいや、いつもつけてるんですよ。暗くて出れないんで。で、どう？どうじゃないですよ。
どう？なんで入ってきてんの？目覚めどう？いやめちゃめちゃ悪いわ。え、なんで？いや大好きな、大好きなこれ。誰の応援かわかるやんな。岡本選手。それ。おいやいやいや。大好きや言うてこれ。俺のちゃうわこれは。これ来て。俺のちゃうわ。これなちょっと羽織って。これ羽織ってな。いやいやまあまあ多分。もういいやんこれ。いやいやいや好きじゃん。いやもう持っとるやないか。これは渡そう思ったら持っとるやないかこれ。これはもらった。自分用に。これはもらったやつ。どういうことやねこれ。自分用に持っとらないか。これもらったやつ。お客さんから。よかったな。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ちゃうねん。え？ちょっとお客さん。ちょっと待って。いやなんで入ってくるのいつも毎回開けてるから。次考えてくださいよ、人の家入るこんな堂々とカメラつけて。いや前甲子園行きましたよ、阪神対巨人オープン戦。はい、行きました、巨人の応援団の応援席のすぐ横に陣乗って、はい、まあそれはいいんやけども、はい、歌ってたよね。確実に歌ってたよね、応援歌、巨人の。いやでもなんていうんですか、好きな応援歌ってあるじゃないですか、人の、まあまあその敵チームじゃなくて、まあまあ敵チームでも応援歌渋かったらかっこよかったら思わず口ずさんでしまうことはあるよ。はい、それはわかる、はい、それはわかるけど、ちょっとあのね、ちょっと待ってください。ちょっとこれを、あれはわかる。ちょっとこれを見てもらってもいいですか、ちょっと歴史を、夢あふれるフィールドや、その名を刻め岡本スタンドを沸かす永遠のアーチ。そうこれずっと立ってた、仕事中に、バイト中に。いやどういうことだよ。そのずっと歌ってた、仕事中に、バイト中に。いや球場で流れてきて思わずな、合わせて口ずさんでしまうというのはあるけども、いや僕もちょっと練習バイト中に歌うってある。全部あの垂れ込みがあるからね。生配信結構してるみたいやけど。そうよ、みんなの失言がないから、録画して俺のところ送ってくるからね。グッディさんこんなん言ってましたけども。そうなんですよ、全部スクショして録画して。ないねん俺の配信で。何言うてもええやろうが、何言うても。夢あふれるフィールド、その泣き初め岡本スタンド沸かす永遠のアーチ。ここがいいですよ、永遠のアーチがいいんですよ僕。はい、ここが好きで、阪神ファンですからね、阪神ファンな、奈良出身なんで。はい、なるほど、奈良、そういうことそれもあって、阪神ファンやから歌ってるのもあるんですよ。あのそれもあって、そう、いや、読んどけよ、これ。いつまで来てないからね。普通に来てましたわ。なんでオレンジかいな。家でも寝巻きとして家でもオレンジ、寝巻きとして。なんで、もうコント入れくれ。鍵閉めるからもう。ということでね、ありがとうございます。また来ていただいて、グッディさん大好きな巨人岡本和真選手の応援歌で、それを言うとこうこうやるんで、起こしてみました。和真くんが好きですか。和真くんが好きじゃないですか。和真くんが好き言ったやん。いや本当阪神ファンですからね。マジで阪神ファンですから。はい、そうやな、そうです分かりました。はい、本当です、分かりました。ありがとうございますじゃあこれしまうわな。もうしまといてください。もう本当に結構うるさいですよこれ。もう来ないで。ほんまに。え？もう来ないで。もう来たか。もう来たか。けど次坂本勇人選手のヒッティングマッチやったら。いやーまだまあ。いや、断れよ。